つ森。狼2匹に背中を狙われています。いつ食われてもおかしくないという危機的状況ですが、こうした中でケケカントリーを淡々と熱唱しているのがピエンの瞳茶々丸です。なんという図太いメンタルでしょうか。狼2匹はケケアイドルを歌っていますが、全くもってそれにこびる様子もありません。自分の意思を貫いて食われるならそれは本望。我が生涯に一片の悔いなし。全くリズムに釣られる様子もありません。これが王者の貫禄。ニッコニコです。あつ森。同じく案内所の前、動物の歌を歌うのは豚のルーシーです。ほぼキスの距離でロックな女の子と目が合っています。左側から押されました。曲が変わりました。ケケアイドルに変わっています。このルーシーはメンタルが弱いところがあるのか、押されるたびに曲が変わっていきます。相手の機嫌を取るようにコロコロと曲を変えていく。これが野生で生きるための術でしょうか。むしろこちらがスタンダード。ピエンの鋼のメンタルが浮き彫りになりました。あつ森。直立不動で寝ているのが猫のニコバンです。これは島民代表として、そして一推しとしてしっかりとベッドまで運んであげるのが責任でしょう。起こさないように慎重に運んでベッドに寝かせることができるのか。さあ枕元のところまでやってきました。あとは寝かせる、ただそれだけですが、半ば強引に壁に押し付ける格好になっています。さあここから自分が寝ていきました。ある意味ミッションコンプリートです。は？あつ森。エイブルシスターズファーストキス奪われました。レモンの味がしたでしょうか。推しのロボとまさかの口づけを交わしてしまいました。完全に心を奪われたか。これにはラブが溢れてきます。そのイケメン狼ですが、何やらブーツの方をじっと見つめています。かなり欲しそうにしている様子。たまらずそちらに駆け寄ります。レザーのショートブーツ1280ベル、迷わず買っていきました。これは貢ぎます。あつ森。夕焼け空に白い灯台、さらには三日月、そしてレア度の高い紫の菊。エモすぎるシチュエーションに現れたのが黒縁メガネのイケメンロボです。イケメンにはしっかりと意中の相手がいました。笑顔で手を振ります。さあそして注目の足元ですが、貢がれたブーツは履いているのか。履いていません。このあたりしっかりと心得ています。プレゼント攻撃はあまり効果がないようです。島の旗がまさかの麻雀牌。非常に癖が強い島で行われているトタケケライブですが、逆国士無双かと言わんばかりの加速っぷりです。しかし1名熱狂的なファンがいるようです。トタケケの正面でサイリウムを全力で振っていきます。黄色いバンダナに合わせにくそうな色のリュック、典型的なオタクですが、いよいよよくわからない層に刺さるようになっていきました。いやこの状況でシノゴの言ってる場合ではなさそうです。とにかく囲っていくしかありません。結構刺さってます。島の構造上かなり道が狭くなっています。バズレーがどいたところを先に進みましたが、またしてもパトラにブロックされています。先を急ぎたいのですが、ここは話しかけてもどいてくれる様子がありません。一旦外回りしていこうというところなんですが、あっとここで動いたか。この瞬間を狙って通りたいところ、通れません。そしてバズレーによる2枚目のブロック、完全にこれは塞がれました。せめてもの抵抗というところ。右手にはジョウロが揺られていますが、水をかけていきました。紫系統で揃えられた花畑、ミツバチを狙うチャチャマルを叩きました。悪びれる様子は全くありません。奥のトンボ逃がしました。そしてミツバチも取り損ねました。誰も得しない10秒です。